松本人志の代理人弁護士週刊文春との和解報道に否定も肯定もしない。お笑いコンビダウンタウンの松本人志が、週刊文春の発行元、文藝春秋などを相手取り、損害賠償などを求めた訴訟で、松本の代理人、田代正広弁護士が10日、都内で取材に応じた。松本は、自身に関する女性問題を報じた週刊文春の発行元、文藝春秋を相手取り、今年1月に東京地裁に提訴。8月14日に予定していたが、延期となっていた第2回弁論準備手続きは、11月11日午前11時30分から行われることになった。田代弁護士は、期日は裁判所から来たと明かし、文春側から提出された証拠について、次回、こちらから反論するということでもないので、とりあえず、止まっていたのを再開しましょうと、前回の期日をもう一回やり直すというつもりと話した。一部週刊誌では、和解の動きについて報じられていた、書いてあるけど、それは俺は、否定も肯定もしないと。そう言うと、否定しないんですね、って言われると答えた。